愛知県は現在、県内の医療機関に重症者用の病床を146床確保していますが、重症者が103人となり、病床使用率は初めて 70% を超えました。また、過去7日間平均の入院患者数も昨日時点で 1017.4 人と過去最多を更新するなど、極めて深刻な状況です。国は愛知県に出している緊急事態宣言を来月20日まで延長することを今日正式に決定する予定で、県は引き続き全ての飲食店に対し午後8時までの営業時間の短縮や、百貨店など床面積1000平方メートルを超える大規模商業施設に土日の休業を要請するなど厳しい規制を継続します。